じゃあまあせっかくなんで、ん、なんか落ちてる。これはブゴマイドか。おお、あらららら、なるほどね。あ、こんな感じであのブロマイドを手に入れるのかな。すんごい下。あ、これ以上の拡大はできないんだね。うーん、桃太郎ね。うん、さくらとはっちゃんだね。帝国歌劇団花組公演、鬼ヶ島までどんぶらこえ、鬼ヶ島までどんぶらこしていくの。猿しかいねえけど、犬とキジどこ行った。まあいいや。んじゃ支配人、支配人、支配人、ちょっとスリーサイズ教えてもらえなかったんですけど、支配人のすごい目で見てる。帝国歌劇団についてもう一度お聞きしてもよろしいでしょうか。もちろんですわ。何を知りたいのかしら。ああ、さっき聞いたやつね。ああ別にいいです。はい、大丈夫です。ありがとうございました。何も聞いてないけどね。うん、このボタン押していいですかね。めっちゃ気になるんだけど。ああ、ここは特になんもないのか。んー、じゃあこっち行ってみよう。中庭。へえ、大帝国劇場の真ん中に中庭があるのか。なんというか実に洒落た建物だな。ん？庭の中央にあるあれは、三角柱みたいな、三角錐か、三角錐。うん、よう、新しい隊長さんじゃねえか。ハツホ、中庭で何をやっていくんだ。こいつの世話だよ。え、こいつ、この石、まさか。選択肢ですか、これ。宝石、量子水晶。あ、漬物石か。漬物石でしょ、これ。うん。この重量感。間違いない。かなり良質な漬物石だな。すごい、まこんな綺麗な漬物石があるかよ。霊力を増幅する貴重な石を、量子水晶を、霊子っていうのかな、よりによって漬物石。え、これが霊子水晶。こんなに大きいなものが存在するのか。こんな大きいものだからこそ定期的に調整が必要なのさ。なるほどね。力に集まる汚れを払ったり、まあいろいろやってるよ。いろいろやってるんですね。なるほど。つまり初歩の巫女の力というわけか。いつどこで巫女って仕入れてきたの、その情報。すごい能力。うん、確かにね。あんま気にしなくていいぜ。こいつの面倒は私がしっかり見てるからよ。うん、まあ別にね、これね制御できないからね。中庭の中央には噴水、いや泉か。それにしてもこの石はいい漬物石だな。まったく、なんか、あ、なんか、ん、なんだ、中庭に街灯、ちょっとした公園みたいだな。うん、確かにね、おしゃれだね。なんか落ちてたりする。おっと、日だまりのベンチか。のんびりするにはちょうどいい場所だ。うん、いやそうじゃなくてさ、いや落ちてるでしょ、なんか落ちてるんでしょ。ブロマイドとか落ちてるんでしょ。おじさん知ってるんだよ、匂うからね。おっと、自然に囲まれた品のいい、庭園だ。朝の体操にはもってこいの場所じゃないか。
な、朝の体操って何？これは、ここはここだ、これだけかな。なんだ、ブグマイド落ちてないか。んー、じゃあ次。どんどん行こう。どんどん行こう。なんだこれ。昇降機。エレベーター的な？これは昇降機か。下。つまり、地下があるみたいだな。うん。入力を受け付けないか。暗号が必要みたいだな。何いきなり脱出ゲームみたいな要素。あ、音楽室。部屋の、掛け札には音楽室とあったな。なるほど。楽器がいろいろ置いてある。つまり、ここで歌の練習をするわけか。会議だから、歌も重要なんだよな。うん。なるほどね。なんで椅子の上に置いてんの？バイオリン。どうしたの？何があったの？なんで楽譜飾ってんの？こういうのあったね、音楽室に。よくね。楽譜やレコードがしまってある。ね、それだけ？ああ、それだけか。あら、立派な。立派なグランドピアノ。立派なピアノだな。大切に使われているようだ。ね、音楽の先生よく弾いてたよね。こういうのね。これは、チェロかな？チェロが立てかけてある。誰か演奏するのかな？うん。チェロ好きなの。お、トランペットとトロンボーンじゃん。俺の相棒じゃん。楽譜貼り付けんの多くない？ん、なんだなんだ。これはブロマイドか。あら、あらエッチー、あらエッチーね。で、これがコントラバスかな。でかいもんね。コンバスね。譜面台だ。サグとの出会い。サグとの出会い。ああ、桃太郎のなんかあれかな。サグ出てくるもんね。音楽室はこんなところか。どんどん行こう。ちょっと見て回っただけだが、なかなかに興味深いものだな。劇場の仕組みなんて全然知らなかったが、こういう世界もあるんだな。うん、そうだね。衣装部屋。おお。ここは衣装部屋か。衣装がたくさん揃ってるぞ。当然のことだが、女の子の衣装ばかりだ。隊長の衣装ってあるんだろうか。乗り気じゃねえか。ないね。もう助走するしかないね。舞台衣装か。綺麗なものだな。うん。でっけえ靴。この棚には靴や小物がしまわれているみたいだな。この靴誰が履くの？奥のやつ長靴みたいだけどさ。でっけえ鏡。大きな姿見だ。俺がよく見える。なんか心霊写真、心霊、なんか幽霊とか写ってない？大丈夫？なんかいそうだよね。大丈夫？勝手に動いてない？格好つけんなよ。じゃあ次。はい。隣は楽屋。おう、楽屋。化粧鏡がある。ここは楽屋だな。さくらたちはここで支度を整えるわけか。
奥に何か掲げた張り紙があるな。後で確認してみるか。あら、蓋開けっぱなしだけど大丈夫なのこれ。大きめの鏡に、化粧道具、みんなここで舞台に立つ準備をしてるんだな。あ、こっちは綺麗にちゃんとね。あ、同じだね。これ大丈夫なのこれ。蓋開けっぱなしって、リップとかもさ、乾かない？大丈夫？大丈夫なの？そういうものなの？これが何？楽屋の実態なの？花組13箇所。ああ、さっきと同じだね。人に尽くす花。どういうこと？これは、こちら側の鏡には、覆いがかぶせられているな。使われていないのか。確かに。椅子とかないの？化粧台にある椅子をこっち持ってきてみんなでお茶するのかな。なるほどね。なんか、古き良き楽屋。んで、次は、こっちは大道具置き場。公園で使う小道具が入ってる。これはきびだんごか。ああ、桃太郎って言ってたもんね。ああ、きびだんご。なるほど、舞台がこうなっていくのか。公演に使う大道具や小道具が置かれている。壊したりしないように気をつけないとな。俺思うんだけどさ、なんかよくさ、舞台裏にこういう紙みたいなやついっぱいあるけど、これ何なんだろうね。何に使うんだろう。あ、で、こっから舞台に行けるみたいな感じね。絶対これ桃太郎で使わないよね。マイクスタンド。マイクスタンドか。マイクはどこだ。そこじゃないでしょ。そこじゃないでしょ。論点そこじゃないでしょ。舞台。いろいろ歩き回ってみたが、だいぶ、大帝国劇場のことも分かってきた気がするな。劇場で体調なんてどうなることかと思ったが、なんだか楽しそうじゃないか。そうなの？広いよね、やっぱりね。すごいよね。広い舞台だな。よくよく見ると、ところどころ傷もあって年季が入ってる。傷だらけだよね。勲章だね。で、こっちは？客席廊下への出入り口か。今は閉まっているよ。あ、いけないのか。これ絶対さ、VIP 席だよね。このなんか白いやつね。椅子の質が違うもんね、これね。全然違うもんね。だけど、なんか、こっちの方がさ、柔らかそう。思ったより傾斜があるな。おかげで舞台がよく見える。まあ、傾斜がないとね、傾斜なかったらこれ見えないからね。頭しか見えない。で、こっちがロビーと。
あー、じゃあ2階行ってみよう。2階へ参ります。なんだ、スターレースで、そんなある。あ、出た、息がぴったりの双子。お母さん、お腹空いた。ねえねえ、ご飯食べに行こうよ。そうね、せっかくだからここの食堂で食べていこうか。すげえぴったり、すげえ。どうしたんだい。帝劇の舞台、私は好きなんだけどな。みんなつまらないって笑うのよね。あら、ぶっ飛ばしてやるよ。俺はテラスに出られないのは残念だな。今の時期なら日差しが気持ちいいだろうに。 あ、そうなんだ。あ、ここテラスなんだ。お、テラスに花びらがどこから飛んできたんだ。どこにあの花火が。あ、ん、いや、ないよね。大帝国劇場は大丈夫なのかね。いつ来ても閑古鳥が鳴いてるよ。ああ、そんなに流行ってないの。そんな流行ってないんだ、残念。花組紹介の冊子がある。この表紙、昔のすみれさんか。すみれさん情報ね。あ、これもしかして2階の方。あらあらあら、2階の方。おお、2階客席があるのか。張り出しに設けられているのは、貴賓席。優雅で贅沢な時間を過ごしてもらえそうだ。あー、じゃあもっと VIP なんだ。あ、ここね、これね、貴賓席か。一段と立派な室外だな。え、けど遠くない？ちょっと。あー、けど眺めはいいかもね。うん、眺めはいいかもしれない。こっちも。舞台のことはよくわからないが、この席から見る舞台は格別だろうな。うん、だけどさ、あの両端ってなんか微妙だよね。やっぱ真ん中から見たいよね。あの吹奏楽とかだと端とかの方がなんか、あれ、端よりもやっぱ真ん中が、うん、音がね、なんか微妙なんだよね。思ったより高いな。飛んでみる。アイキャンフライしてみる。で、こっちと。おっと、上海ファンの女性。ここが大帝国劇場、帝国歌劇団なんかのために立派すぎるわよ。何、いいじゃない、別に秘密組織なんだからね。えな、ここから外が見えるのか。少し高いだけで割と遠くまで見えるもんだな。まあ、俺は見えないけどね。うん、どうしたんだよおじいさん。じゃあ次はこっちかな。サロン、小机に、椅子。サロンみたいな場所かな。どうやらお客さんが入る場所ではないようだな。劇場のみんなが休憩したり寒暖したりするところということかな。寒暖でいいのかな。でっけえ暖炉。
写真立てには知らない人だな。お得意様の写真かな。何もわかんねえ。劇場に置いてある家具は上品な衣装のものが多いな。うん、そうね。欠けてる。サロンの脇にも吹き抜けがあるのか。いや欠けてるでしょ、ここ。いいね。そんでこの辺はなんだ。あ、自室神山。ここが今日から俺の部屋か。少しのんびりしたいところだけど、定劇の中を一通り見てきた方がいいかな。うん、あ、ちゃんと書いてあるんだね。んで、あー、ここがあれかな、初穂の部屋。ここが初穂くんの部屋か。今はいないみたいだな。中庭にいたもんね。クラリス。ふん、この部屋の主とはまだ会っていないな。どこにいるんだろう。うん、で、これさくらね。こっちは、あざみ。まだ会ってない子だな。どこに行くんだろう。区内刺してある。あれ、確か、5人行くはずだよね。だけど、4つしか部屋ないな。じゃあ、とりあえず、区切りがいいというか、ちょっと、ここで一旦、終わって、次、さくらの、サブイベから、始めようかなと思います。じゃあ今日はこの辺で、また次回ありがとうございました。